北陸アイドル部にも愛がある石川。道の扉開け困ったけれ今北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりと北陸アイドル部のファンタジスタサッカー大好きリンタンこと三井凛香です。この時間は個人向け国際について私たち北陸アイドル部のメンバーとラジオをお聞きの皆さんで一緒に学んでいきます。個人向け国際と聞くと少し難しそうですが、今日は詳しく分かりやすく教えてくださるファイナンシャルプランナーの先生をお呼びしています。はい、はじめまして、北国銀行山城支店の田中里奈と言います。それぞれのライフプランから個人向け国際を中心に将来に向けてのお金のことを一緒に考えていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、松井さんと三井さんは今おいくつですか？私ゆかり姫は永遠の17歳と言いたいところなんですが今年で26歳になりました。はい、私リンタンは今年で20歳になりました。お二人ともまだまだお若いですが、そろそろ将来に向けてのライフプランを考える年齢ではないですか？確かに。うん、そうですね。例えばいつまでに結婚したいとか子供が欲しいとかマイホームが欲しいなど具体的にありますか？あります、うん、でもアイドルなんでそんなの言っちゃってもいいんですかね私ゆかり姫は結婚は30歳くらいで、その後31とかで子供を産んで、うん、マイホームは35歳くらいに建てれたらいいななんて思ってます。リンタンは？私リンタンはですね、25、6歳くらいまでに結婚して28歳に子供が欲しくって、うん、30歳ぐらいでマイホームできたらいいなって思ってます。早いね、マイホームがね。早く家欲しいね。ね、家欲しいね家欲しいお二人とも具体的に決まっていて素晴らしいですね。ありがとうございます。夢や目的を明確にすることによってその時にお金がどれくらいかかるかということもはっきりしてきます。当校ではライフプランを描く過程として5つのステップを考えることが大切だと思っています。はい、5つのステップ。はい、1つ目はまず夢、目標を明確に。2つ目は現状を見える化しましょう。3つ目は将来を見える化しましょう。4つ目は計画を立てましょう、うん、5つ目は定期的に確認しましょうです。はい、うん、お二人とも一つ目は完璧にクリアしていますね。ありがとうございます。一つ目だけクリアしてます。それだけですね、はい、人生には叶えたい夢はたくさんあります、うん、その夢を叶えるためには大きな出費が伴います。そのような大きな出費を前もって準備しておけば無理なく対応することができて安心ですよね。確かに。二つ目のステップ、現状を見える化しましょうは家計の現状を把握することから始まります。現状を見える化できたら3つ目のステップ、将来を見える化についても考えてみましょう、はい、今は収支に余裕があっても将来のライフイベントによっては赤字になることもあります。確かに。例えば子どもの学費が増える時期や、60歳以降の退職時期には収入より支出が多くなると一般的に言われています。そうですね。また予期せず体調を崩して働けなくなったりすることもあるかもしれません。確かに、まあ、健康にはいつもご飯だったり身近なところから気をつけてはいるんですけど、うん、先のことは、まあ、確かに予想できないこととできることあるので、うん、予想できないことが起こった時ね、ちょっと怖いよ ね。そうですよね。そのため4つ目のステップ、課題と対応策を踏まえた計画を立てることも必要です。将来のライフイベントの確認と費用の準備をしたり、収支を見直ししたり、貯蓄の仕方、積み立て方法などの見直しをすることで夢や目標の実現のための必要なお金を計画的に備えることができます。ここまでライフプランの4つのステップについてお話ししてきましたが、最後のステップは定期的に確認するということです。ライフプランはあくまで計画であり、夢や目標なども時間とともに形を変えていくものです。その時々に合わせて柔軟に見直しを行うなど定期的に確認しましょう、うん、確認ね、大事だよね。大事。北陸アイドル部の活動の中でも目標をみんなで確認したりっていうのはあるんです、うん、あるんですけど、なかな
かちょっと難しかったりして、うん、夢や目標の実現のために今と未来を見える化して、うん、目標のために計画するっていうのはすごく大切ですよね。そうですね。で、私も毎月コツコツと貯めていきたいなって思いました、うん、でも具体的にはどうやってお金貯めたらいいんですか？はい、資産運用には投資信託や株式、債券などいろいろな方法がありますが、今日は個人向け国債について勉強していきたいと思います。個人向け国債出ました。まずお二人は国債って知っていますか？国債、国債もちろん聞いたことはあります。はい、インターンは？いや、なんか全く分かんないですね、正直。ほら、二十歳だもんね。そうですね、若い人で国債をよく理解している人はあまりいないかなと思います。国債は国が発行しているもので、国がお金を調達するために発行する債券のことです。債券、債券ちょっとなんか難しいね。なんか難しい言葉が並んじゃって、うん、でも個人向け国債 CM で見たり、うん、目にする機会は結構あります。あ、本当ですか？うん、国債にはいろいろな種類があります。私たち個人が購入しやすいように工夫された国債のことを個人向け国債といい、うん、誰もが購入することができます。誰でも購入できるんですか？はい、じゃあ私たちも買えるっていうことですよね。そうですね。でもなんかまだよく分かってないので、うん、安心できない自分がいるんですよ、うん、なんかちょっと遠い存在っていうか、うん、身近に感じれるんですかね。うん、ちょっと敷居が高いかもしれないよね。そうなんですよ。個人向け国債は国が発行しているので安心です。そして購入代金が目減りすることなく戻ってくるので元本割れしません。おお、国が発行で安心、ここが大きなポイントです。へー、すごい。元本割れしなくて安心って聞くととっても嬉しいですよね。それは。そうですね。ちょっと私も興味が湧いてきました。お、買う？ちょっと見たいかなって思ったり。うんうん、うん、でも最初はやっぱりお金が発生するわけじゃないですか。そうだね。で、必要となってくると思うので、うんうん、やっぱいくら用意したらいいのかなっていうのが分かんなくて、うん、例えばもう最初から10万円とか大きな金額必要なのかなと思うんですが、うんうん、どうなんですかね。個人向け国債は1万円から始めることができます。お、1万円から。始めやすい。うんうんうん、私でもできちゃいますね。そうです、うん、ね、私でもできそう。ね、みんなできるね。良かったです。やってみたい。個人向け国債は1万円から1万円単位で購入できて、うん、購入金額に上限はありません。具体的にお話しすると、1万円の個人向け国債を購入すると半年ごとの利子に加えて満期に1万円が戻ってきます。へー、利子っていうと得する分ってことだと思うんですけど、利子ってやっぱりね、今すごくちょっと少ないイメージがあるんですよ。よく聞いたりしますね。個人向け国債は経済の状況などによって市場金利が下がった場合でも年 0.05% の最低金利が保証されています。保証付き、最高じゃないですか。 0.05% より下回ることはありませんので、うん、この点も安心です。確かに、すごい。現在は普通預金に1000万円を1年間預けても利子は100円にしかなりません。一般的な銀行の普通預金の金利は年0.001% ですが、うん、個人向け国債は年 0.05% が最低金利として保証されているので、同じく1000万円を1年間預けると利子は5000円となります。あ、そうなんですね。すごいね。うん、現状の普通預金の金利 0.001% と比べると50倍となります。おお、わー、すごい。50倍それはすごいな。個人向け国債とっても魅力的に感じてきました。うん、やっぱ先ほども言った通り、あの誰でも購入が可能っていうことなんですが、はい、一体どこで買うことができるんですか？はい、銀行や証券会社、郵便局など身近な金融機関で取り扱っています。もちろん東高、北国銀行でも取り扱っています。おお、最近ではインターネットで購入できる金融機関もあります。あ、すごい便利。できちゃうの？うん、楽ちんですね。そうですね。お申し込みをするときは運転免許証などの本人確認書類、マイナンバーが記載されている書類、印鑑、購入代金が必要となります。うん、お二人とも揃っていますか？もちろん揃ってます。ハモるくらい揃ってます。言葉も揃ってます。はい、しかも、まあとは購入代金を考えるところなんですけど、私はちゃんと北国銀行さんにお金を預けてます。ちなみに私もです。ありがとうございます。とっても嬉しいです。はい、まあ、購入しやすいっていうことですよね。そうですね。
個人向け国債は毎月発行されていますので、必要なものさえ用意があればいつでも始めることができます。財務省のホームページでも確認することができますが、購入者に個人向け国債を買った理由を調査した結果があります。知りたい。およそ 60% の人が国が発行していて安心だからという理由を挙げています。確かに。次に多い理由として、身近な金融機関で購入できるから、1万円単位で購入できるからなどが挙げられています。なるほど。やっぱり安心、身近、手軽っていうのが重要ですよね。はい。でも買った後にもし急にお金が必要になっちゃったっていう時は、そんなこともありそう。どうしたらいいんですか？松井さん、とてもいい質問ですね。わー、ありがとうございます。個人向け国債は発行から1年経過すると1万円から中途換金も可能です。中途換金した場合は直前2回分の受け取った利子相当額が差し引かれますが、その場合も含めて受け取った利子も含めると購入代金を下回ることがありません。そのため元本割れなしで安心、ここが大きなポイントです。嬉しいよね。すごい。もう一つお伝えしたいことがあります。はい、何でしょう？個人向け国債には種類があります。満期までの期間によって固定3年、固定5年、変動10年の3種類が発行されています。種類っていうのがあるんだね。そうですね、はい、やっぱ3年、5年、10年っていうことは自分のライフプランに合わせて選ぶことができるっていうことですね。はい、そうです。固定3年と5年は発行した時点に設定された利率が満期まで固定されていて、最初の時点で3年後、5年後にはいくらになるかという運用結果が分かるタイプです。変動10年は半年ごとに利率が変わり、金利の変化を楽しめるタイプです。なお、令和4年11月に募集している個人向け国債は変動10年が 0.17%、 固定5年、固定3年が 0.05% です。へえ、変動10年の方が多いんですね。なるほど。ライフプランに合わせて逆算して個人向け国債を購入するっていうのもいいですよね。一人暮らしとか結婚とか出産、いろんな自分のプランから逆算して預けたらいいってことだよね。私は金利の変化を楽しみたいなって思ったのと、大人だね。ちょっとね大人になりました。で、今からまだ20だけど10年後は30歳じゃないですか。確かにね。なので変動10年っていうのにちょっと興味がありますね。いいね、いいですね、気になる。こちらも3種類のうちどれが一番人気かなどが気になるかと思います。気になる。財務省による令和3年度の調査結果では購入比率は約7割が変動10年となっています。おー、そうなんだ。ご自身のライフプランなどに合わせ金融機関などで相談して決めていただくと一番いいと思います。そうなんですね。最近はやっぱり物価がすごく高騰してるし、自分たちの老後はどうなるのかなっていうのも感じ始めているので、こうやって自分の将来について、そしてお金についても真剣に検討してみたいと思います。私もまだ若いから大丈夫とか思わずに、今からお金としっかり向き合って学んでいきたいなって思います。そのように感じていただいてとても嬉しいです。国際にも北陸アイドル部にも愛がある、いい石川。前半はたくさん説明をしてきたので、最後はまとめのクイズをしたいと思います。まとめクイズ、パフ。ありがとうございます。私多分全問正解できると思います。私も今日たくさん学んだので、自信ありますね。どうですか、行きましょう。では早速、個人向け国債はどこが発行しているでしょうか。はい、はい、せーので行く、一人ずつ行く、せーので行こう、お二人で、せーの、国。お二人とも正解です。やったー。個人向け国債は国が発行しています。はい、最初に習ったよね。そう。では個人向け国債は元本割れするしない、これもわかりますよ。これもいけますね。ずっと私たちこれがこうだから安心だって話をしてたじゃないですか。そうなんだと思いながら聞いてました。じゃあ私から、元本割れしないので安心です。私も元本割れしません。正解です。やったー。個人向け国債は元本割れしません。では個人向け国債はいくらから購入できるでしょうか。おー、これはもう私先生に質問しちゃったからこれは私も、みんたん答えていいよ。はい、1万円から購入できます。
私ができます。正解です。やったー3問連続正解しました。はい、では個人向け国債で保証されている最低金利は年何パーセントでしょうか。先生どんどんいくじゃないですか。ちょっと難しいかも。次がもしかしていつが最後の問題ですか。まだあります。まだある。じゃあ答えましょう。なんだっけ、問題何でしたっけ。ちょっとちゃんと聞いてよ。もう一回。では個人向け国債で保証されている最低金利は年何パーセントでしょうか。おちょっと難しいね。ちょっとゼロ何個ついとったっけってなるよね。そうなるよね。そう、はい、じゃあここはちょっと私が答えたいと思います。お願いします、キャプテン。 0.005%。 残念。もう一回やって、間違えた。ちょっとごめん、間違えた。まあ、でも私わかります。お願いします。はい、答えさせていただきます。年 0.05%。 お、正解です。やったー、すごい、嬉しい。順調だね。今日一嬉しい。あ、よかった、順調だね。ありがとうございます。次が最後です。お、最後、今のところ4問連続正解してますね。最後の問題お願いします。はい、個人向け国債には満期までの種類によって3種類あります。3種類お答えください。あ、お答えください。待って、あの年は覚えてるよ。え、わかるよね、うん、私もわかる。私もいけます。これはちょっと私も興味があったので、うんうんうん、来ます。じゃあ私ちょっと答えるから、インターンちょっと補足するね、うん、固定3年、はい、固定5年、うん、そして私が興味を持った変動10年。素晴らしいです。やったー、連携プレイで正解しました。やった、ファインプレイだね、うん、もうバッチリですね。ありがとうございます。こうやって改めて学んだことを復習して、これがクイズ形式だとものすごい楽しかったです。復習にもなったし、やっぱ先生に教えてもらうことによってすごい分かりやすかったんですよ、ね、よく分かりました。 0.05 一生忘れません。私も一生忘れないと思います。完璧に覚えました。夢に出てきそう。はい、それだけはもう家帰って唱えたいと思います。さあ、ということで、はい、今日は本当に勉強になりました、ありがとうございました。ありがとうございます。りんたん、どうだった。やっぱりあの最初は国債っていう言葉自体分かってなかったんですよ、正直、でも意外に自分の身近というか、今からでもできるじゃないですか、だから今日このまま帰ってそのまま銀行に行きたいなって思いました。ね、本当にやってみたいし、こうやって自分のライフプランとかに合わせて組めるから、愛のある未来をみんなで築いていけたらなって思いました、はい、ということで、ライフプランを明確にした上でプランに合わせてお金のことを考えていきたいと思います。北陸アイドル部のキャプテンなので、まず私からしっかりしていきたいと思います。楽しみにしててください。はい、楽しみにしてます。ということで、北国銀行山城支店田中里奈さん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。